お控えなすって。手前孫悟空はあやめの咲くところいたこです。義理で始まり、さあ存分にしておくんなさい。今日限り達井さんをお返しします。おめえは喧嘩を仕掛けるつもりだな。俺は物心ついて一目相手で矢も盾もたまらず野良犬みたいにほつき歩いた。気がついてみたらバカとアホの野郎根岸はこの通りを浴びてるんだ。土星の義理というものを考えてきっぱり許してやった。おやすさあ達治さん。俺は今仕事が忙しいんだよ。その話ってのを早くしてもらえねえかな。話なんてありませんよ。義理のためにわらじを脱いで歯を食いしばりながら一生懸命他人に尽くしている人に一度だけお礼をしたくてね。俺は当然のことしてるだけだよ。お見かけ通りの弱者です。もよろしくお頼み申します。